今日はね、YouTuber 大好きの検証動画をね、やっていこうと思います。ちなみに検証内容についてなんですけど、ポケモンのレート対戦中に電子レンジの電源をつけたら、本当に回線が切れるのかどうかという、そういう検証をね、本日やっていこうと思います。と言いますのも、私最近オーブンレンジを購入いたしまして、その有無を Twitter でつぶやいたら、リプライでいくつか、ポケモンのレート対戦中に電子レンジつけたら回線落ちるぞ、的なリプライをいくつかいただいたんで、今日僕が本日ね、本当に起こるのかどうかというのを実証していこうと思います。というわけで、初戦の相手のこよもんさん、対戦よろしくお願いします。ちなみに、ちゃんと切れなかった時用のために、勝つために対戦するんで、相手のパーティー、テテフ以外はボルトロス刺さってたんで、初手ボルトロス、クッション用のカバルドン、なんか締めに使えそうなリザードン、こういう選出でいきました。けど、ボルトロスで唯一勝てなさそうなカプテテフと対面してしまって、勝てなくはないけどな。一応そのサイコキネシスはボルトロス耐えるっちゃ耐えるけど、ここでボルトロス捨てたくないんで、カバルドンに下げますかね。本当に切れるのかな？ちなみに、多分ね、なんか電気の供給量とか、その家のね、あと、電子レンジの使用電力、ワット数とかによって、切れるかどうかっていうの変わってくると思うんですけど、今、のメガネててふーはやばい。今の僕の家の状況としては、夜中に、今実況撮ってるんで、部屋の電気がついてて、それなりに家電の電源がついてて、あとパソコンとか、エアコンもつけててって感じですね。夜中の普通の状況。絶対切れないと思うんだけど、逆にこれってさ、電子レンジこれでオンにしたぐらいでさ、Wi-Fi の電源切れたらさ、生活にさすがに不便期待しすぎじゃないと思うんですけど、どうだろう。ちなみに、相手のテテフがカバルドンに対する最近のダメージ量的にメガネということが判明したので、ここはフレアドライブでぶっ倒しに行きます。今のところまだね、負け、多分7-3ぐらいで僕の方が不利だけど、7割ぐらいで僕の方が不利だけど、まだ負けたって決まったわけじゃないんで、ちょっといよいよ怪しくなってきたら、電子レンジチャレンジしていこうと思います。大丈夫かな、こんなことやってて。叩かれませんかね、僕。叩かれると思うんだよな。いいや。良くないけど。ビビってちゃ前に進めないんで。勇気を出してね、赤信号を渡っていこうと思います。ちなみになんかね、ドヒドイデでリザードン X を止めれると思ってるやから、なんか結構多いですけど、これ止めれないからね、言っとくけど。普通のなんか、竜舞型、普通のっていうか、竜舞型だったら止めれるけど、剣舞リザ X はドヒドイデじゃ受かんない。吹き飛べ激凛で、こっち温めてるからな。電子レンジでこのリザ X の火力温めてきたから、はい、おつ7-3ぐらいの7割ぐらいで不利だったけど、今有利不利がね、ひっくり返りましたね。バシャーモか。メガバシャーモだったら勝ち確。僕のブルドロスがバシャのフレドラまで耐えるんで。ただ、Z だと怪しい。炎 Z は多分耐えないんで、しかもいよいよここでバシャーモ側がメガ進化ボタンを押してこなかったってなると、怪しいんだよな。飛び膝切りでリザードン落ちる。いや、これメガバシャじゃないの確定してるし、タスキが Z だよな。ここ、バシャモ側に Z 技のモーションが見えた時点で電子レンジの電源をオンにしに行くから、よろしく。やばい！切れないんだけど。おい、切れねえぞ。切れ
切れないんだがということで検証結果は、別に電子レンジをつけても回線が切れることはないと。いや、よかったよかった。あの動画上で切断行為を行って許されるの、まあ、MKU 先生だけだからね。それ以外の人がやるとマジで叩きの対象になるから、まあ、ほっとしている自分がいますね。ということで本田圭介さん対戦よろしくお願いします。選出なんですけど、あのだいたいアシレーヌから出されるんで、まあ、アシレーヌ読みでギャラドス出してって、でポリゴン2がギャラドスだとめんどくさいんでルカリオ挟んでクッション用にカバルディします。まあ、僕ポケモンの切断に関しては特に何も思わないんですけど、まあ、結局されたところで、まあ、勝ち負けの計算はちゃんとされるし、まあ、特になんか時間が取られるとかいうわけでもないから、まあ、僕自身は何も思わないんですけど、なんか一説によるとなんかその切断っていうか回線切れが起きすぎると、なんか回線切れ用のサーバーに移動するらしくて、なんかその中でしか対戦相手がマッチングしなくなるから、すげえなんかマッチング率が悪くなるから基本的には切断はしない方がいいっていう説があるけど、っていうかこれねマジで失敗した。あのギャラ対戦の話ね、ギャラドスボーマンダ対面ってお互い威嚇入るんですけど、あの僕のギャラドス氷技ないんで、あのマンダに対面で負けるんですよね、両方威嚇が入ってる状態だったら。だからカバルドン出したんですけど、相手も多分同じ感じだったんだろうな、リュウマイの起点にされると思ってアシレーヌに下げたんだろうけど、悪い方に転がってしまったみたいな、そんな感じです。まあ僕がね総じて言いたいのはあれですね、まああんまりその意図的に切断をするという行為は、まあいいことが特にないので、まあ、皆さんやめましょうっていう。完全に偽善者あでも僕ポケモンでね回線切ったことね、サンムーンでは、サンムーンだと多分1回しかないですね、故意的に切ったのは。この相手の動き方は僕のギャラドスが飛行 Z ってことを知らないんで、このアシレルに対しては絶対飛行 Z が通る。OK! で、なんで切ったんだっけな、あの時。なんかツイッターで、その時、なんだろう。切断だったっけな、まあ、その僕がマッチングしてた人が切断かなんかでツイッターでめっちゃ騒がれてたんですよ。でたまたまその人と当たっちゃって、僕が、まあ、動画っていうか完全に一人でやってた時の話なんですけど、で普通に多分運負けしたんだよな、いやマジで普通内容覚えてないけど、確かなんかで運負けしてクソイラついて、まあ過ちをね犯してしまいましたね。まあ、僕はちょっとそれ以降はやってないんで、ちょっと反省したから、そこで反省して、うん、もうそれ以降はやってないんで、まあ、時効ですね。アシレーヌ引っ込めた。いや、この HP のアシレーヌ絶対切ってくると思ったから、ね、バレット打ったのに、あ、カバルドンか。あ、まあ、そう、まあ、マンダ引きだったらうざいなと思ったけど、まあ、カバいるんだったら、まあ、確かにカバ安定か。これ多分サイクルかなり不利だな。ルカリオカバルドン VS カバルドンボーバンダでしょ。ここステルスロックとか巻かれるとめんどくさいんで、一回ヤクザでラスターカノン打ちます。ちなみにカバルドン側に、地震打たれたとしても耐える。いや、ここステルスロックかあくびだと思うんだよな。いや、でも身代わり張るのは普通に殴られた時のリスクが高すぎるから、まあ一回ラスターカノンで攻撃したんですけど、まあ、だよね。いやー、でもこれきついな。ルカリを眠らせたらそれはそれで負けだから、まあ、ここはカバルドンに下げなきゃいけないけど、うわやべうぜえ。いつも相手をさあくびで引っかき回してるけど、いざやられるとこれうざいな。こういう気持ちだったんですね、今まで僕がカバルドンのあくびではめ殺してきた人たちは。ボーマンダが見えてるんで、ステルスロックで、ステルスロック巻いとけば、まあ、アシレールもステルスロックで縛れるようになるんで、あー、ただカバルドンが眠るんだよな。
起きる、まあ、最速起きじゃなかったけど、まあ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 別にいっか。ここで起きたのね、かなりでかいですね。まあ見といて、こっからすごいおしゃれなプレイしていくから、まあ見とけよ。で、相手のカバルドンと僕のカバルドン、もう素早さ関係は僕のカバルドンの方が早いってのは判明してて、ここはあくびで。相手が地震打ってきた場合は、カバルドン死に出しからルカリを出して身代わり張って多分勝てるはず。もう素直に地震打ってこい。こっちラス1ルカリオなんだから、ボーマンダで勝ちだと思ってくれこれはまずいっすね。ここは相手もあくび入ってるから、ルカリオに起点にされること絶対嫌ってる立ち回りだから、これアシレーヌ絶対切ってくる。カバルドンが眠らないようにで、ルカリオ出しだよね、アシレーヌ出して、でボーマンダか。でボーマンダ VS ルカリオってかなり怪しいんだよな。一応ステルストロックがあるけど、相手のボーマンダがかなり耐久に振ってる方だったら、まあ、負ける可能性が高い。マンダの攻撃は一発は絶対耐えるから、ここで一番やられたくない。いや特になんもないな、耐久に振ってるかどうかだから。もうボーマンダが完全に、いや自信は絶対耐える。なめんじゃねえ。オッケー、テラスカで切り返してバレット圏内に入るかどうかか。いや微妙い、威嚇もらってるからな。ここはもうノータイムでバレットパンチです。相手も羽休めあるならマンダ側に羽休め安定なんですよね。バレット耐えるでも羽でいいし、カバルドンにこっちが交代してくるにしても、そのルカリオの威嚇解除目的でね、結局羽休めでいいから、相手羽休め一択なんだよな。あるんだった、あ降参して選ばれたあなんだ、バレットパンチ耐えないと思ったのかな。割と落とせるかどうか怪しかったけど、そう相手が羽休め一択だから、まあ、こっちももうルカリオのバレットパンチで相手のボーマウンド落とせる、ルカリオを信じるしかなかったっていう、そういうこと。